手のひらに漢字をなぞってみると物語が見えてきます。雲の流れ、星の瞬き、草原を駆け抜ける動物たち。古の人たちは自然の中で生かされていることを知っていました。漢字はもともと素直に描かれた一つの絵だったのです。その一文字一文字に先人たちのどんな思いが込められているのか、時空を超えてその成り立ちを探る旅に出かけませんか。漢字に込められた物語を紐解いて、古の人の息遣いを感じたその時、生きていくための知恵や勇気を授かることでしょう。感じて漢字の世界。今日の漢字は綿、木綿の綿。綿という漢字の古い字体を見てみると、向かって左側に布地や織物を意味する不白の白という字を書き、その隣に系列、系統の系と書きます。この系は糸のことを表します。そこから綿という漢字は蚕が吐き出す糸でできた繭を煮て、一粒ずつを手で広げて作った綿状のものを意味するようになりました。これはいわゆる真綿と呼ばれるもので、しなやかで暖かく、外気を通して蒸れず耐久性にも富む優れた素材。蚕から真綿を作る養蚕は今から5000年ほど前の中国が発祥と言われ、日本へは弥生時代に伝わりました。卑弥呼が古代中国の魏の国へ綿入れを送ったという記録も残されていて、貨幣価値もある高級品だった真綿。江戸時代以降になって庶民も自由に身につけられるようになりました。一方、植物の綿花を糸にする木綿綿もあります。こちらは青い科の植物で、原産は熱帯地方。インドやメキシコの古代文明遺跡からは綿花や糸紡ぎの道具も見つかっています。日本へは奈良時代に種が伝わったものの、栽培がうまくいかず、江戸時代中期になって栽培が成功し、広く使われるようになりました。ふっくらとした風合いと独特の弾力があり、夏は湿気を吸い、冬は空気を含んで暖かいという和綿。光沢のある白さも美しく、光をまとっているような素材とも言われます。ところが残念なことに、和綿の国内自給率は現在 0%。 和綿作りを復活させようとする民間の動きもあるようです。感じて漢字の世界。今日の漢字は綿、綿。古い時代では布地や織物を意味する不白の白という字の隣に、糸を表す系列の系という字を書きます。そこから綿という字は、蚕が作った繭を糸にし、それを綿状にしたものを表す漢字になりました。転じて連ねる、続く、細かいという意味にも使います。ではここでもう一度綿という字を感じてみてください。
季語には綿という字を使った柔らかな響きのものがあります。例えば綿虫は晩秋から初冬にかけて綿くずが舞うようにふわふわと空中を漂う小さな虫のこと。アブラムシ科の昆虫で空を飛ぶ姿はまるで雪のひとひらのようです。北国では綿虫が飛ぶと雪が降る前触れ、花の奥がツンとするような冬の気配を運んできます。また綿入れは表布と裏布の間に綿を入れて着る暖かい着物のこと。真綿を入れた高級な小袖、木綿を入れた布子などのほか、ちゃんちゃん子やドテラ、ねんねこなど分厚い羽織物全般を綿入れと呼ぶこともあります。ハイテク素材のようなスマートさはないけれど、ひとたび羽織れば優しいぬくもりにほっと一息。綿に包まれた空気には縁側の日向の懐かしい香りまで染みついているようです。漢字は3000年以上前の人々からのメッセージ、その思いを受け取って感じてみたら、ほら今日一日が違って見えるはず。それではまた来週。山根元代でした。